経済産業担当いたしております西村康稔でございます。雨の中足を止めていただき本当にありがとうございます。経済産業の担当でありますが、やはり尖閣の問題一言だけ触れざるを得ません。菅総理は今回の釈放に関して政治介入はなかった明言をいたします。しかしそうだとしてもこれは大問題です。検察が勝手に判断して外交上の配慮か何か知りませんが釈放した、それでよしよしと、なぜそこで政治介入をしてそれを止めなかったのか、政治介入しなかったことは問題じゃありませんか。皆さん、まるで政治介入せずに自分たちは主権や領土のことは関係ありません、そういう発言をしているのと同じじゃありませんか。皆さん、そして仮に本当は政治介入をして釈放させたと、それが事実だとして、それを政治介入してなかったといえばこれはこれでまた大問題。自分たちの判断を官僚に押し付けて官僚の責任にしているわけです。皆さん、おかしいじゃありませんか。私たちの主権と領土と、それをしっかり守る、そして正面から見極めることのできない、そんな政権に国を任せていいですか。皆さん、菅政権は直ちに退陣すべきだ、私はそう思います。ぜひぜひそのように行動してまいりたい、その決意でございます。そして中国側は経済的ないろんな敵対的な行動をしております。レアアースも皆さんご心配でしょう。しかし実は7月の段階で中国は全世界に対して供給量を3分の1にする、こういう宣言をしております。したがって日本の企業はその段階から新しい調達先やリサイクルや紛争して手当てをしております。したがって仮にゼロになったとしても正しい何か大きな問題が起きる、そういうことではありません。その点はぜひご安心をしていただければと思いますし、中長期的にはアメリカにもカナダにもあります。日本といい関係の国々としっかりと関係を強化をして供給安定供給させる、そんな政策が必要だと思います。そして中国側は日本が苦しむと思っているかもしれませんが、レアアースは皆さん日本に持ってきて、日本の中小企業の皆さんが一生懸命パソコンの部品なんかを作ってるわけですね。研磨剤なんかを使って、そしてそれを中国のパソコン工場に送ってるわけです。つまり日本にレアアースを供給しなければ中国のパソコン工場動かないんです。中国は天に座するようなものなんです。そうしたことをしっかりと訴えて経済政策も実行していかなければなりません。民主党の経済政策、去年の今頃は内需内需、子ども手当配って内需を振興すると言ってました。しかし最近どうですか、内需振興の言葉を聞いたことありますか。皆さん、最近はインフラ輸出、外国に輸出するんだ、外需の話ばっかりじゃないですか。どこで政策転換したんですか。政策転換したら子ども手当をやめていただきたい。限られた財源をしっかりと有効に使って日本の企業、特に中小企業はしっかり頑張っていただいて技術を伝承し雇用を増やしていく、そうした政策にお金を使おうじゃありませんか。雇用と言ってますけれども、打ち出してきた政策は我々が4月に打ち出した新卒者の就職が決まらない皆さんへのトライアル雇用の拡充、このぐらいじゃないですか。私たちの政策を盗んでるだけではありませんか。皆さん、しっかりと経済が成長していく、雇用が増えていく、法人税を下げる、こうした政策をこれから打ち出す、徹底的に論戦をしてまいりたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。